1万匹に1、2匹しかいないという幻の鮭。おいいですね。もうなんともサラサラの脂ですね。鮭の全然臭みがないのでものすごい食べやすくて、はい、日本人に生まれてよかったなとこういう時につくづく思いますね、はい、そしてこうやってね、はい、ご主人とのいろんなお話を楽しみながらふと目をやると、はい、そこにはねこの山里をイメージしたお庭が広がるという、はい、本当に僕食通の方には怒られるかもしれませんけれども、でも本当に美味しいいただき方っていうのは、はい、こうやって楽しい会話と、はい、この素敵な雰囲気、はい、なんともこう素敵な景色といいますかね、はい、風情の中で一緒にお腹に入れるのが実は一番美味しい食べ方なんじゃないかと思うんですよ ね、 そうですね、全部を満たしてくれる、はい、そういう空間になってますね。賢人の手がけた美しいお庭をめでながらいただくお料理は格別の味わい、まさに至福の空間でした。それではこの後も引き続き賢人の盆栽の世界ご覧いただきましょう。盆栽仲間といいますか、まあ、どちらかというとその盆栽自体をねこう広めるためにもちょっと欠かせない人とちょっと待ち合わせをしてまして、はい、やってきたのは神奈川県溝の口にあるハワイアンレストラン。友人の店なので景色盆栽も置いてあります。そして待ち合わせた相手とは、あこんにちは、どうもこんにちは、あどうもどうも、久しぶりです、どうもどうも久しぶりです、こんにちは、マンボのラテン音楽でおなじみパラダイス山本さん。彼は盆栽に人形をあしらった万盆栽の家元として20年間活動を続けています。映画のワンシーンのようにストーリーが広がる独特の世界、賢人とは昔からの友人なのです。まあ、農園も一緒だっていうこともありまして、でまたあの大阪で一度あのそうですね、ちょっとしたイベントがありまして、わざわざ来ていただいたんですよ。もうすいません、そうです、盆栽の世界、そうですね、盆栽の世界から私もうすっごい嫌われてますから、ね、もう盆栽の上に人形なんか置くんじゃないってね、今までもう25万回くらい言われてます、25万回今日は山本さん希望の品を賢人が持ってきていました。依頼されたテーマは世界遺産熊野古道、目の前で最後の仕上げをします。しっとり風格のある熊野古道というイメージにだんだん近づいてきました。いいね、ちょっとだんだん丘っぽく、これここに予作のフィギュアを置いてこの木を切り倒しちゃってるってどうですかそれはダメ、それはちょっと、やめてください、はい、感じで。すると山本さんが取り出したのは小さな人形。ちょっと指定伝えますよ、こっち、はい、ちょっとそっちお願いしますね。何やったんですか、ちょっと世界遺産を作ってるんですね。世界遺産ですね、これ、はいはい、いますね、いい大人がこういうことを夜な夜なやってるっていうのが、はい、新しい日本のカルチャーというか、はいはい、たしなみというか、はい、潤いがありますよね、生活に。そうですよね、あれあれあれ、ほらいつの間にちょっとクマいますよ、クマが気品の、もう本当これフィギュア置かなかったらすごい気品のある作品なんだけど、置いた瞬間なんかあのおもちゃ屋さんで売ってそうな感じですよね危ないおじさんがあのマラカス持って木から出てきてこれは怖いですよこれは怖いですね。即興でできた2人の共作、熊野古道ならぬ熊野古道。熊と山本さんから女性が逃げているというシュールなシチュエーション、不思議な世界になりました。あの伝統を重んじることも大事ですけども、遊ぶことも大事、ね、これはあの今回一緒にやってすごく感じましたね、はい、ゴミ袋レジ袋使わないのもいいかもしれませんけど、はい、こうやって一鉢育ててってCO2 をちゃんと吸収するものを育てる、はい、これはね大事だと思いますね、
大人の遊び、カクテルでも飲みながら眺めたら最高かもしれませんね。愛媛県松山空港、小林さんが降り立ったのには訳があります。この日は大事な新プロジェクトの打ち合わせ。向かったのは今治市菊間町、700年の伝統を誇る菊間瓦発祥の地です。この瓦、いぶし銀の語源ともなり広く知られるようになりました。でももう一度世間にアピールする必要がある。そこで賢人に白羽の矢が立ったのです。景色盆栽と菊間瓦のコラボレーション。まずは作る工程の見学です。深く知らなくては斬新なアイデアも出てこない。あ、すごいですね。やっぱこの色がすごいですね。これはまさにいぶし銀ですよね。そうです。仕上がってくるいぶし銀は鈍色の光沢と深い艶が圧倒的な存在感を放っていました。アーティスト心を刺激された賢人は次に埼玉県を目指しました。ここには親しくする造園家がいるのです。いい苗木が揃うと評判のお店。小林さんの作品は季節感豊かなここの苗木があればこそ。造園家の跡取り息子とは年も近く、お互い良き相談相手、刺激し合う仲です。景色はすごい出やすいですよね。勢いのつきやすそうだね。新しい動きするっていうのはすごくエネルギーがいって大変だとは思うんですけども、でも今後誰かしらやっていかなくてはいけない分野だと思うんですよね、そういう意味で小林さんがそれを代表なさってるのかなとは感じましたね。自由が丘に戻って試作品作り。いぶし銀に映えるよう若い間緑を選んでいるようです。非常にこのいぶし銀に対しての緑ってすごく合うんですよね。試作が出来上がりました。いぶし銀に合わせた銀色の化粧砂、緑が鮮やかに乗っています。素材のプロの方々とコラボすることによってすごく勉強になるんです。コラボレーションって楽しいですね。瓦を使った作品展、どんなサプライズを用意しているのか。そして船で向かった殿様屋敷の旅館って、新宿パークタワー、珍しいイベントが幕を開けました。700年の伝統を持つ由緒ある瓦と盆栽のコラボレーション、アーティスト小林賢人渾身の作品が並んでいます。ひときわ目を引く一番の大作はこちら、古民家の屋根から小さな芽が吹いたイメージ。いぶし銀のクールな銀色に鮮やかな緑、斬新な素材使いは才能のなせる技。単なる和風と違うモダンな感覚が魅力です。お互いの相乗効果をね、持たせるんではないかという植え方と見せ方を今回はしましたね。はい、ちょっとクスッと笑われるようなね、そんなさりげない緑の装飾というものが割と心惹かれる部分だと思うんですよね。はい、開場するとお客さんが続々集まってきました。見事なデザインセンスに誰もが興味津々です。伝統的なものを新しく蘇った感じで、非常になんか新鮮な感じがしましたね。なんかインテリアにもなっちゃうんだと思ってすごいなと。そして愛媛県から瓦メーカーのご一行が到着。瓦が現代アートになっていることに驚きを隠せないご様子です。この瓦をね、このように素晴らしいに生かしてくれたのがね、本当に嬉しいです。賢人、また一つ新たな世界を自分のものにしました。そして九州有明に近い水郷の町柳川、穏やかな船遊びで知られる観光名所です。もともとは柳川城の堀割り、
休みを取って訪れた賢人はこの町が大好き。このね、水辺と雰囲気と散歩だけでも楽しめる場所ですよね。中でもお気に入りは柳川の鹿鳴館といわれるお花。洋館と日本建築がセットになり、ゴージャスな空間を作り出しています。建てたのは柳川のお殿様ですが、現在ここは料亭旅館。歴史の情緒に浸りながら名物の郷土料理を堪能できます。賢人にとっては生け花や調度品の一つ一つが仕事の参考になる場所です。そして見どころは庭。これは立派な松がありますね。敷地面積7000坪、280本の堂々たる松が植えられています。どの風景を切り取っても絵になる、アーティスト心を刺激してやまない日本の美にあふれた庭です。たまの休日も学ぶことで癒されるという賢人。一つ一つこう絵で見ていくと、まあ、絵と言いますかね、フレームでこう落としていくと、本当に一つ一つが全然違う景色なんですよ。ああいう石の置き方も面白いなとかね、なんかこういう景色作ってみたいなとかありますよね。数百年の工夫を重ねた庭園、その苦労が分かるだけに賢人の感動もひとしお。そして旅のクライマックスは水郷を彩る壮麗な祭り。そして賢人の夢とは。水郷の町九州柳川、年に一度の大イベントがやってきました。120艘の船で繰り出す祭り。この地で生まれた詩人北原白秋を偲んでのもの。賢人はもちろんこの祭りがお目当てで来ました。九州を彩る秋の風物詩。全長4キロの掘り割りを3時間かけてゆったりと下ります。楽しいのは岸辺に様々な出し物があること。日本の情緒をこれでもかと満喫できる仕掛けになっているのです。やっぱあれだね、日本っていいねって感じだよね。日本の盆栽に新しい感覚を持ち込んだ小林賢人さん。夢は日本の暮らしをもっと緑あるものに変えることだといいます。植物のある生活、はい、また植物のことを思う生活というものをね、皆さんの中に基本的に残るような、そんなね、手助けができる、そういう巨匠になれてたらね、いいかなと思ってますけど、はい。盆栽を広めるというよりも植物をめでる心を広めることが自分の使命だと思っているという小林さん。進化し続ける盆栽の魅力をこれからも伝え続けてほしいですね。それではまた次回、ソロモン流でお会いしましょう。